What's up? My name is Irene. Please call me Irechan. And it's time for Hello, Ire Channel. さあ、今週も始まりました。Hello, Ire Channel. 改めまして、Ireneです。さあ、このコーナーでは短い時間ですぐに役立つワンポイント英会話を紹介しています。恥ずかしがらずに、Repeat after me. 声に出して英会話を学んでいきましょう。ではハローイレチャンネル、今回のワンポイントレッスンはこちら。 Not my cup of tea. Not my cup of tea. はい、紅茶好きですか？皆さんどうでしょうか？いろんな飲み方がありますよね。ホットティー、アイスティーの違いはもちろんですし、ミルク入れますか、砂糖入れますか、ストレートですか、レモンですかとか、あるいは茶葉もいろいろあるね。ダージリンが好きな人、アールグレーが好きな人、イングリッシュブレックファストが好きな人とか、いろいろいると思いますし、そもそもあまり紅茶が好きじゃないという人もいると思います。人によって好みは違いますね。で、Not my cup of tea という表現、直訳すると、私の紅茶ではない、私のお茶ではないというふうになりますが、これは実は私の好みではない、趣味ではない、そういうふうに訳すことができるんです。もちろん別に紅茶の話をしているわけではありません。例えばですね、映画を見に行こうと誰かに誘われました。今夏だからホラー映画やってる、 Let's go watch a horror movie、 ホラー映画見に行こうよと誘われた時、私なんかはちょっとあんまり好きじゃないんですよね、ホラー映画。なので、I'm sorry, it's not my cup of tea、 ごめんね、あんまり趣味じゃないんだよねと、そういうふうにやんわり断ることができます。映画を断る、お誘いを断る、あとはなんだろうな、カラオケとかもね、カラオケ行こうよ、 Let's go to karaoke、 あんまり人前で歌うの好きじゃないんだよねっていう時に、It's not my cup of tea、 Karaoke isn't my cup of tea、 あんまりカラオケって得意じゃないんだよね、好きじゃないんだよねっていうのを、I don't like karaoke とか、 I don't like horror movies、 怖い映画好きじゃない、嫌いだっていうふうにもちろん言えるんですけど、結構ストレートじゃないですか。そうではなくて、やんわりふんわりと、あんまり得意ではない、趣味ではない、そういうふうに言いたい時に使うことができます。英語ね、イギリスから来た表現だと思います。とってもイギリスらしい表現ですが、でもアメリカでも海外ドラマなんか見てると使ってたりしますし、結構ね頻繁に出てくる、とても覚えやすい表現ですので使ってみてください。イギリス英語には紅茶の表現はいろいろ出てくるんですが、ちょっとお茶しようよっていう時に、 Would you like a cuppa? cuppa っていう風にね、 cup of tea のことをギュッと凝縮して cuppa と、 cuppa、 そういう風に言います。お茶っていうのをね、あまりに浸透しすぎていて、もう全部言わないっていうそういう表現もあります。紅茶にまつわる表現もぜひよかったら勉強してみてください。では一緒に発音していきましょう。Not my cup of tea. Not my cup of tea. ぜひ使ってみてね。バイバイ。 Hello! 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 Ire Channel!